レコード買いたかったんですけど今日。おお。ねえ、なんかよくわかんないジャズと、あとね、なんだっけ、ビートルズと。あ、レコードあったね。そう買いたかったんですけど、8000。こんな、いや、高い。こんなしかないのに、うん、8000とか言われて、うん、いや元取れないと思って。何枚ぐらいだったかな。あれね、20枚ちょっとぐらい、うん、レコードね、相場今上がってんのかな。なんかね、あれ物によるんだろうけど、本当に当たり入ってたらいけるんだけど、うん、見たところね、なんか2500円のやつが 2,3 枚しかなかったかなっていう感じで、あとちょっと調べられなかったんで、うん、分かんないですけど手出せなかったですね。でレコードめっちゃ買ってんすよ最近。ああ、いいじゃないですか。でこの間もまたレコードの段ボールでどんくらい買ったの？7箱ぐらい買って、おはおは、で1万3000分ぐらい買ったか。利益はね、レコードね、今日ネクタイも高かったね。あれ、あ、誰か買ってたね、ネクタイ買ってたね、ネクタイあれ、絶対いいの入ってないでしょ、うん、いや、あれに金が入ってたんじゃないの。あ、そうなのかな、違うかな、そんな感じしない。それはちょっとあんま良くないよなまあいいけど最近レコードにハマってるんですね。そうなんですよ。レコードちょっと真似してください。真似してください。あのレコードってちなみにね、レコード屋さんが、あそこ。レコード屋さんはですね、クラシックを買いたがらないんで、クラシックレコードを買いあさってやろうかなと思って。おお。そしたらね、クラシックレコードって結構プレミアついてるのがあるんですよ。なるほど。僕の最近のホットな指揮者はね、朝比奈さん。チャイコフスキー。いや、その有名な奏者の指揮者で値段決まるんで、あそこに向かって喋った指揮者で値段が決まるんで、朝比奈さんっていう日本のね指揮者がいるんですけど、あの女の人、あれ違う、男の人、あの髪長いさ、えそれ高いんですか、ちょっとちょおじいちゃんなんだけど、あ、そうなんだ。そう、朝比奈さんの、レコードはね結構高めになってますんで。なんかみんなが消毒液ってつぶやいてるんですけど消毒液売れませんね。あ、消毒液はあったこと、あのそこに山積みになってたやつ一緒でしょ。そうなかなか厳しいですよね。消毒液前買ったんすけどね、禁止になったんでね。そっかそっか、さばけないんですよねレコードは重たいって。レコード重たい、リトルフェザーさん、ね、しかも大和便じゃないですか。 だからね、買う方もね結構勇気がいるというかね、売る方もね結構気合がいるというかね。ただ競合はねそんな多くないよね。うんうん。なんで狙い目、あ、ただあの時給換算するとめちゃめちゃ時給低くなるんで、その辺は覚悟した方がいいかもしれないですね。それに相場の検索で、うん、そう、あの知らないうちに手出すと全部見る羽目になるし、こうやって仕分けて、あ、これがこうなんだなってやってるうちに時給はね600円とかになります。でもそれはまだあれじゃないの、慣れてないから。そう慣れてないから、相場が分かるようになったら、そうもっとバッていけるでしょ。もっといけるようになる。だから、ね、レコード10回ぐらい買ったら分かるね、大体ね10回ぐらい買ったら分かりますよねレコードね、はい、で行っちゃうとさ、ほら市場でさ、こう伏せちゃうからさ、こう伏せちゃう結構あるよね。うん、枝豆さんがね、はい、レコードを昔買って売りました、はい、UK 版が個人的には好きです、はい、うん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 、UK 売れるんですか。 UK 版ですね、あんま詳しくないですよ。ただなんか国内版ビートルズ国内版のなんかちょっと珍しいものはめっちゃ高いですね。半掛け帯とかなんかね、帯がついてるんだけどね半掛け帯ってね、この帯が見切れてるようなやつはね数十万円します。へえ。レコードね、でレコードってなんか見本品とかあるんですよ、多分お店で流す見本品とかで、見本品だとラベルが白いんですよ、レコードの真ん中の。レコード博士じゃん。そうで、そのラベルとか白いとまた価値がぶっ高い。サンプル版高いって言うよね。そう、で見本品結構入ってて、今日から、あ、いや、前回、そう。で、本人のサインがね、ついてるとね、大体見た感じ相場が3倍から5倍になる。
レコードの梱包難しそうですね。はい、あのいや、レコードの梱包はですね、まあ僕動画で解説してますけど、巻き段がいいよね。巻き段欲しいなと思って。巻き段いいよ。うん、ただ段ボールを切ってペット挟んで、うんうん、巻いて終わり。そう、まあ一重二重プチプチの巻き段ね。巻き段。そう、うん、で最近あのカラーボックス買ったんですよ。カラーボックス買って、はい、でちょっと折りたたむとね、レコード1枚スッと入るんですよ。折りたたむって何？あ、なんかこう四角形になったでしょ。それをちょっとこれ口で説明するのめちゃめちゃ難しい。俺カラーボックス買ったんですよ、あの商品をね置くために。それについてきた段ボールをこう潰してね、平たくするとレコードがぴったり1枚入るんですよね。それを切ってですね、レコード挟むようにしてます。すごい、なんかみんなレコードの質問超くる。一回100枚くらいレコード相場検索したけど、もう嫌やって。そう、あのそれはね、当たりを抜かれた山を買ったんですよ、きっと。でも体感100枚に1枚ぐらいね、レア物入ってるような感じですかね。うん、100枚調べるとね、やっぱただやっぱり1000円2000円で売れるレコードって多いんですよ。で入札1件とかしかないんだけど、出しとけば売れるみたいな。うん、いつかはね。だけどそういうのは早くお金に変えたいから、僕は全部買い取りにあげちゃいます。でもレコードに詳しい方で、かつ、うん、まだ市場そんなに経験ないっていう人は、あ、もうめちゃめちゃ向いてんじゃないですかね。平場で、うん、もうこうパタ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 ジャケットを、そう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 、事前に見ようと思ったら見れるんで。見れる見れる。てか大体ね、買うときね、その一個一個じゃなくてジャンルで、あの、うんうん、判別しちゃうんで、あの、うん、ね、洋楽とか国内歌謡曲とか、そうそうそう、ジャズはジャズ、クラシックみたいな、うん、でそのまあジャンルごとに一番強いのが洋楽で、その次ジャズで、でその次に和ジャズが入ってとかで、なんかあの歌謡曲だったり、あ、うん、クラシックの方が強いかな。クラシックの方が強いんで、僕はそのレコード屋さんがあんまり狙いたがらないクラシックを狙って買わない、おこぼれをもらうみたいな、うん、感じで買いに行くと、その中に5000円とかで売れるレコードが2、3枚入ったりとかするんですよ。でも時間かかるけど。もう買ってますね。いえいえ、すごいね。レコードはもう俺いいかな。クラシックはね、クラシックは指揮者覚えると、指揮者ね、覚える名前10人ぐらいしかいないんですよ。あ、そうなんですか。とりあえず、うん、10人ぐらい覚えとけば、あの、まあ、そこまで、まあ、多分いっぱいいるんだろうけど、これのレアものとか、ただビッグネームはね10人ぐらいなんで。小沢誠治も、小沢誠治、はあ、意外とそうでもない。うん、わかんない、そのものによっては健在なうちはダメなのかな。なるほど。でも日本人はそんな少ないんですよ、高値で売れる指揮者の人。朝比奈さんとか。朝比奈さんは、うん、僕がね、でその朝比奈さんのサインが入ったレピがね、あ、すごい、何枚か出てきてね。3000円で買ったレコード1万6000円だって、うん、姫豚さん、すごいね。利益率高いんですよね、レコードね。うーん、数があるんで、やっぱり数があるか ら、 だから CD と、ね、DVD と同じですよ、感じ的には。ただ検索がこう打ち込まないといけないからめんどくさいけど、あと分かればね、もうほら音楽とか好きだったらどんどんハマれるよね。変形12インチって何？変形12インチ。12インチってのはでっかいこういう版、大きいやつだけど。変形12インチ、変形って何だろう。昔あったって言ってる。変形、あれ、なんか丸の形が違うと。売る前にさ、針落とす、はい、針落として聞いてみたりすんの？しないです。一切、うん、一切しない。ただ傷は見るけど。ははは。アナログってね、多分壊れてるやつ壊れてるでしょ。うん、うん、そうじゃない、歪んでたり。もうでも少しでも傷があったらあんま出さないですね。レコードプレイヤーがしまい込んであるけど売れるんですか？レコードプレイヤーものによりますね。俺もデノンも眠ってるけど、この間デノンの100巻で買いましたね。サレコで、そうそうそう、再生用でしょ。再生用でまだ使ってないんですけど、でも売れるは売れると思う。すげえ、うん、なんか細かい、なんかこうパラメーターいじるやつがたくさんついてるやつは高い。
レコード、うん、こんなやつなんか多機能なやつは高いみたいな、多機能で重たいやつは高いみたいな。ジャズはどうですかって見ますか。ジャズはめっちゃいいです。ジャズはね、もはやジャズでしょ。もはやジャズブルーノートのレコードを200枚ぐらい集めてメルカリで売った、あ、メルカリじゃない、ヤフオクで売ったら40万ぐらいになります。へえ。ブルーノート、ブルーノート、ブルーノートって、あのブルーノート、ブルーノート、レベル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 、あ、レーベルね、うん、あ、へ、あ、ちなみにね、ビートルズのテスト音源とかのレコードは数十万単位で売れますそれ、それプロトタイプってこと。あのレコーディングの音源とか、あはは、あ、今でもアメリカでなんか6億とかでね、あの未発表曲なのか、あれをレコードでなんか当時破棄しろって言ったものが出てきて、はいはい、なんかその持ち主がこれは6億円の価値があるみたいな感じで裁判やってますよね。一発ね、夢がある宝くじ買うよりは夢があるじゃないですか。ブルーノート持ってますって。えー、すごい、うん、最低でも600円以上で買い取り、メグさん、そう、1枚600円以上で買い取りとかなんで、集めて売るとね、ブルーノートちょっとメモとか、すごいいいと思いますよ。ブルーノート有名だよね、俺のグループラインにメモ、うん、ブルーノートってなんかね、その撮影環境が一貫しててすごいこだわってるらしいんですよ。でそこで録音された音っていうのはすごい高音質で、レコードマニアの中ではもうめちゃめちゃこう愛好されてるようなレベルらしいんですよね。だから高い、詳しくなったね。めっちゃ詳しくなったじゃん。めっちゃ喋れてる。レコードめっちゃ喋れてる。レコード動画撮った方がいいんじゃない。全然レコードわかんないから。俺も。でもね、あのね、何枚見ただろうね。500枚くらい見たね、でもね。お、500枚は見ました。だってあのウォークファンのさ、1000回、月1000回検索がさ、うん、もう見れなくなってたもんね。そう、あ、じゃあ2週目ですね。めっちゃ調べたんだね。えらい、めっちゃ見ました、うん、もう調べて調べてたもんね調べまくったねマイルス・デイビスのブルーノートあんま高くならなかった。そうなんだ。レコード保管が面倒なんですよ、うん、そう。でも集めて、ジャンルごとに集めて売ると高値で売れるんですよ。あの安い歌謡曲の価値のないその LP でも、あ、LP に限りますよ。LP ってロングプレイって言って、うん、そのアルバムですよ、要は。LP はロングプレイだったんか。ロングプレイ。あ、そういうのが出てた。知らなかった。LP はロングプレイ。なるほどね。で、12インチシングル、R&B とかに多い、その2、3曲しか入ってないやつは売れません。今結構出てるシングルで、なるほどね、12インチシングルってなってて、レコードと同じ大きさしてるんですけど、 2,3 曲しか入ってないんで、それなんか市場価値がもうないんですって。なるほどね。集めてもしょうがないんで。詳しい、かっこいい。買ってもしょうがない。動画にしないよ、レコードの日本版ダメよね。日本版わかる、マイケル・ジャクソンとか、いい、まあ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 ってやって、そんなことない、そんなことない。日本版わかるでしょ。そんなことないですよ。でも日本版は日本版でなんかその来日公演とかはすげえ価値があるんですよ。なんとか来日記念とか、あーん、なんかそのディープパープルの日本来日記念のサイン入りのものが1万。レコードめっちゃ詳しいじゃん。ないくらとかで売られてたの、ね、テレサテンは、テレサテン、テレサテンは、ね、やばいでしょ。掃除って高いです。やばいよね、うん、ただ CD でもやばいですよ。 CD やばい、テンテレサ、ね、テレサテンはね高いですね。買っとけってなんです。名前見たら買ったことある、うん、俺もテレサテンあるの。なんかいかついの。もう名前見たら買った方がいいですよね、テレサテンはね。サイン入りとかもあるしね、テレサテンいいよね。テレサテンのサイン入りレコードが出てきたらすごいよね、うん、いくら出るかわかんないけど、まあまあでもあるんだよ、うんうん、まあ、ね、田中さんが、はい、メルカリでたまに断捨離とかで桁違いに安いのが出てるから目が離せないんですよね、うん、ああ、それ買った方がいいかもね。あ、レコード、うん、うんうん、あちらにいます。買った方がいいですよ。もう見張ってた方がいいね。いいね。価値わかんない人が売るから、はいはい、なるほど。たまに拾えるんですよね、きっとね、うん。